平成11年の、ね、問いになんですけどねちょっと問題見るとねイラッとしますけどね、えー、あのちょっと考えれば別にそうねあの難しい問題じゃないです。はい、あの冷静になってね、えー、図 A の方はですねあの分路の方が10 ω 1 0 ω で等しいでしょ。ということは電源から電流が出た電流が2つに分かれますよってね。ね 二等分されますよということです。まずあの絵図の方でね、あの一番右側の I ですな、ね。これを求めればいいですね。はい。あの電源からの電流の半分になりますわな。それからあの B の方もその1アンペアと同じものが流れますんで、十、え、オームの電圧を求めて、それから R ゼロにうーんかかる電圧も取れば。 あの数値が出るということですな。